はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、ていうか今日もですね前回ね、ちょっと注文したものが美味しくてまた買っちゃったんですけど、麺屋桐生さんでございます。で、前回はね、混ぜそばをいただいたんですけど、今回はね、こちらのつけ麺をいただいていこうと思います。このつけ麺ですね、このセット内容が麺が3つ、つけ汁が3つ、油と七味と魚粉、まあこのトッピングがね各3つずつ入っております。で、今回はですね、このつけ麺セットを2セット買わせていただきましたので、合計で6食の麺を使ってつけ麺を作っていこうと思います。はい、まずはこのお持ち帰りの定番スープをですね、湯煎していきたいと思います。まずは鍋に火をつけてと、で約ですね、この温まったお鍋に15分ほど湯煎していくという表記なんですけれども、一番美味しい食べ方はこれをね、また小鍋に移して火をかけて油とスープをね、なじませて食べた方が美味しいらしいので、今凍った状態がね、ちゃんと溶けたらまた別の小鍋に移して火にかけたいと思います。はい、そしたら今スープがだいぶ溶けてきましたんで、これをね、別のちょっと器に移していきたいな。熱いな。後ほどね、この背脂も湯煎していくので、これもね、湯煎するときに中に入れていきたいと思います。これニンニク切ってない、忘れてた。これもうささっとささっと切っちゃうね。よし、こんなもんかな。よいしょ。あ、よっこらしゃい。よいしょ。これを火にかけていくと、その間にね、こっちでスープに火を入れていきたいと思います。まあ湯煎の場合だったら、湯煎した後にこうやってね、よくシャバシャバして油と漬け汁の方をね、混ぜてくださいってことだったんですけれども、火にかける場合はまあね、鍋底に焦げつかないように箸でね、2、3回程度転がしながらゆっくり温めてください。で、しっかりね、沸かしきると液体と油が混じってくるそうで、これね、沸かしきりが甘いと分離しやすくなるそうです。ただ、あまりにもね、沸かしきった後に煮詰めてしまうと水分が飛んでしょっぱくなってしまうので、そのあたりはご注意ください。そしたらスープを鍋の方に移していきます。で、まだね、全然鍋沸いてなくて麺投入も早いので、火入れはしないでそのままにしていきたいと思います。と、待ってる間にもう油入れちゃおう。こっちの湯煎の温度が低いからね、先に入れます。ごめんね、ちょっとコンロが足りなくて手順がねバラバラなんですけど、そのあたりはご了承ください。はい、今お湯が沸いてきましたんで、まずはね、野菜を茹でていきたいと思います。今回もね、もやしだけを用意しておりますが、まあ好みによってはね、ここにキャベツとかも加えてください。今回もやしは 400g で、そしたらもやしはこんなもんでいいかな。もやしは一旦ステイで。はい、そしたら今再沸騰してきましたんで、ここにね、麺を入れていきたいと思います。一応ね、茹で時間は5分から7分間ぐらいでして、まあこれもね、お好みで合わせて茹でてください。てか麺を茹でる前にこっちのね、スープも熱を入れていきます。そしたら合わせて麺を投入。で、これもね、今回もほぐしながらしっかり入れてください。よいしょ。そしたらこれを6分間茹でていきます。うわ、うまそう。いいな、早く食いてな。また麺底にくっつかないようにしっかりとね、菜箸で混ぜてあげてください。で、あとこれ温める際に鍋底をね、しっかりと回さないと焦げつきやすくなってしまうので、中に入っているね、こういう豚を利用して鍋底をね、撫でるようにこう混ぜてあげてください。ほい、いいよ、こいしょ、あれだ、こいしょっと。でっけえボール使ってしっかりとね、水で締めていきます。まあ、軽くね、こうやって締めるときに麺をこすってあげて、麺のね、ぬめりを取ってあげるといいと思います。ちょっとこの麺量だとさすがにね、すり鉢じゃなくて無理なんで、すり鉢に持っていきたいと思います。いいよ。ここに野菜をね、持ってあげて、
トッピングしてあげて、この味玉を買ってきたんで、これもトッピングしちゃいます。よいしょっと。で、麺丼はこれで完成。あとは漬け汁か。ここにね、背脂をかけていきます。はい、ってことでこんな感じで完成しましたんで、向こう行ってね、食べていきたいと思います。はい、ってことで今完成してこっちの部屋に移ってきました。ちょっとね、この移ってくる準備にだいぶ時間かかっちゃってて、伸びちゃってるかもしれないんでね、早くいただきたいと思います。あ、もったいない。いただきます。いやー、いや、うん、あ、うま麺、やっぱ、うん、締めても香りがいいわ。ちょっと一回前へ出してと。ちょっと改めて漬け汁の方にも。全然麺重た持てないや。よいしょ、うまそう。うん、甘い。やっぱつけ麺うまいな。よいしょ、うん、豚の脂っていうのかな、脂のうまみの密度がやっぱ濃くてすごいうまい。うん、つけ麺食べたのがまだもう去年だったかな、1年前だから、なかなかね思い出せないんだけど、うまい。うん、豚も、あ、柔らかくてうまい。よいしょ、ちょっと野菜も合わせて食べないと。いやー、うん、まっ。やっぱ野菜部分のこの七味とね、魚粉が混ざると一味違うね。合わさってもう完成形って感じ。うん、そのまんま味玉も、うん、今回まあ6セット分あるからさ、茹で前で 1800g ぐらいなんだけど、これはねスルスルですよ。うまっ。ちょっとニンニクは麺にあえて、ちょっと一緒に食べようかな。うまっ。なんでこんな豚とニンニクって合うんだろう。絶対入れた方がうまいね。まあ、ご家庭でね、ニンニク使うってなると刻んだりするのはちょっと手間になると思うんですけど、確実にね、香りとか旨味はね、刻んだやつの方が美味しいので、まあ少しの手間なんですけど、ぜひね、僕のおすすめは刻んでくださいって感じです。うん、皆さんつけ麺とかってよく食べますか？僕はね、結構頻繁に食べるんですけど、ただね、このつけ麺って難しいところが、やっぱりさ、麺を冷やすから麺のね、どうしても小麦の香りっていうのが弱くなりがちなんですけど、この桐生さんの麺はね、全然損なわれなくて、冷やしててもすごいんだよな、小麦の香りが。うん、この先日食べた混ぜそば、そのあったかい系のやつと全然やっぱ麺の印象変わるね。ちらっとね、あのツイッターの方で見たんだけど、やっぱりどうしても一食食べた後、漬け汁がまあ全部食べきれないか余りがちっていうのを書いてあって、またそっからね、この漬け汁を使って雑炊とかに締めにするといいらしくて、残ったね漬け汁はそれで食べようかなと思っております。うん、で混ぜそばもそうだけど、このつけ麺も家で食えるレベルじゃないな。
最高ついでに今日もビールいきたいと思います。やっぱりこのつけ汁の方に背脂を入れるから、どうしてもねスープをちゃんと混ぜてって分量防いだとしてもね、その溶けた背脂が上にね油膜を張ってくると思うんですけど、後半の方はねその油膜がなくなってくるので、だんだんね味が濃くなってくるんですよ。でそこ でトッピングだったら生姜とかすごい合うと思います。今日生姜用意してないな。よっ、ちょっと最後はもうつけ汁が少なくなってきちゃったんで、麺を全部入れちゃいたいと思います。ほいほいっ、はいはいはい、したらこっちのすり鉢の方は完食でございます。はい、そしたら最後の一口ございます。うん、ごちそうさまでした。はい、今食べ終わりました。いやー美味しかったけど、さすがに家でね 1800g はねなかなかのヘビーな量でした。こちらのつけ麺ね、普段は夏季限定のメニューになってるんですけれども、今年はお店の方では販売しないみたいでして、この通販のみで販売を行うそうです。今までの桐生さんのつけ麺ファンの方も、これを食べたいと思ってくれた新しい方もね、気軽にインターネットで買えますんで、ぜひねそちらの方もご利用ください。はあ、大満足のご飯でございました。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。